はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。久しぶりにワールドウォーヒーローズやっていきたいと思います。で、ワールドウォーヒーローズなんですが、昨日 iOS の方にもね、アップデートが来ました。で、この地点選挙というモードがね、追加になったので、これやっていきたいと思うんですが、これ完全に初見プレイです。ルールも全然分かってません。まあ、とりあえず拠点選挙なので、地点選挙なのでね、指定のポイントをね取っていけばいい感じだと思いますのでとりあえずわからなければ普通にチリデスのごとくキルをいっぱい取りまくっていけばいいのかなと思って、入ってきたんですが、でこれ装備が支援兵に、99式、これメインで行ってみたいと思います。やっぱね、選挙すると、あ、来た戦車来た。まあ、戦車も、ね、99式持ってれば怖くないですね。残念でしたなかなか戦車当てるのが難しいのでね、上手な方だとキルされてしまいますけど、まあどっちかっていうとね、近かったらマシンガンの方が強いですよね。自分的に感想はそんな感じですけど、まあ、戦車は怖くないなんで自分は まず戦車乗ることがないですね。もうマシンガンいたらすぐやられるんで、あとね、パンツァーとかねいたらすぐやられてしまうので、ね、最近このマッチングが緩くなってね、こんな感じでどんどんキル取れるようになったんで、今のうちに稼いでいきたいと思います。これマッチング続けていくとなんかちょっと敵さんが強くなるらしいんですけど、まあとりあえずは大丈夫でしょうということで、この地点選挙の方は味方さんに任せて、とりあえず取りに来る敵さんをいっぱいやっつければ大丈夫でしょうということで、あ、来た、はいはい、簡単ですね、はい、楽勝です。敵さんが弱いキルされてないんで武器はよくわからないですけど、まあまあちょっと撃った感じだと柔らかいのでね、結構キルも取れるかなと。ショットガンか、ショットガンですね、はい、でこれでこの旗を上げていけばいいのかな。で赤い煙が敵さんか、で青が味方が取ってるっていう感じなのかな。来てきた、はいはい、あれ気づいてない、気づいてないのか決勝もうこれキルどんどん取れますね。なかなか楽しいですこれキルがこんだけ取れると楽しい。99式これ今プラス20かな、20までは上げました。プラス20と、支援兵がプラス23、あと1つで、完走なんですけど、このあと1つがなかなかね、結構な期間やってるんですけど、23から24がなかなか上がりませんね。24になったら、どうしようかな、医療部隊買おうかなどうしようかな、今これなんていうかアップデートで新たにね、パープのポイントが、武器とあと経過のポイントが毎日1ずつもらえるようになったので、経過増やさないとね、ただひたすら溜まるだけなので、アップグレードポイントが毎日溜まるので、まあ嬉しいような嬉しくないような。でゴールドがデイリーでもらえる無料のゴールドが20ゴールドから7ゴールドに減ってるので、やっぱこれはねちゃんとミッションの消化していかないとゴールド貯めにくいかなという感じですかね。味方さん取ってますね、青い煙、煙があってこれ見やすいですね。あと地点拠点もちゃんと見えてますので、やば、戦車こっち向いた、なかなか難しいですけど、壊していきます。やっぱねこれプラス99式はプラス18ぐらいから、18かなからなんか格段に強くなった気がしますね。17と18全然違う、もう普通は1つ上げてもあんま変わらないと思ってたんですけど、17から18に上げた途端になんかすげえ強くなった気がしますね。全部6ずつ上げて18にしたんですけど、すごい強くなった気がします。取った、はいはい、なんでこれたまに敵さんで NG のカンストとかいますけど、あんなの勝てるわけないですよね。もう瞬時計一瞬で殺される感じなので、今これ BC だけ取ってて AB がやばいですね。なんで取り行きましょうか、取り行きましょうかと言っても拠点の位置がよく把握できてません初見なのでマップ見つつね、 B を取りに行きましょうか。じゃあ B は B 前か、ちょっと前ですね。敵さんがいる、これなんだ、対戦車の武器かな、
今なんか撃った感じが対戦車の武器っぽかったんですけど、あれ B 拠点とっくに通り過ぎてる、もうちょっと前ですね。拠点のこの位置を覚えないと。後ろ来たな、いる、いない、いないですね。どこだ、あ、自分の陣地のとこも赤い煙になってますね。自分のリスの方も、あ、いやでも味方さんが取り返したか。ちょっとこれ展開が早くてついていけません。とりあえずあの見えた敵さんみんなキルしていきましょうもうそれで OK です。もうそれで OK としよう。これポイントがマックスになるか時間が切れたら終わりかな。あ、今ので終わりですかね、時間切れかな。はい、キル数見てみましょうか。旗は全然、旗というかあのポイントは全然取ってないので、ポイント的にはあの3位かなこれなんですけど、キル数は多分一番取ってると思います。14の1ダブル4ヘッドショー、何キルだトータルで。なんかポイントいっぱいもらいましたね。ほんとこれ17、いや違う、18キルでいいのか、18キルでいいのかな、の3です。ちょっと見方が変わりましたね。まあとにかくいっぱいキルしました。ということで、2戦目はね、拠点をちゃんと取っていきたいと思いますあの真面目にマップを見てね、あの1戦目はあのキルするだけだったので、2戦目はちゃんと拠点をあの自分で旗を上げていきたいと思います。とりあえず身近な最寄りのこの B からいきますね。ああこれだ、旗が降りてますね。でこれで上がっていくのか、時間かかりますね。これ上に出てる B っていうメーターがゲージが上がってますけど、すげえ時間かかる、長いなこれ。はい、これで選挙、一つ選挙ですね。で A と C にはまだ赤入ってないので、次は C に行きましょうか。方向的に C どこだ、C はこっちじゃないですね、裏から後ろからですね、通り過ぎた、こっちの上に敵さんがいるな、まあ、放置、とりあえず C 地点取りに行きましょう。地雷をまいといて、うん、C 地点行きましょうか。 C 地点来てないですね。はい、これで C 地点も上げていきます。結構怖いな、でもこれ上げてる途中、どうなのか、やっぱこれマシンガンがいいかな。マシンガン続けて敵さんが来たときはやっぱマシンガン必要ですね。あと手榴弾も欲しい感じですかね。敵さんを探しに行きましょう。でもどこもゲージが上がってない、敵さんは全然占拠してない感じなので、どこにいるんだこれ、どこだ、あのレーダーにも敵さんのマーク映ってない。あ、いや C 地点に敵さん入りましたね。青いゲージが下がってるということで、 C 地点を取り返しに行きましょう。そこいるはずですよね。今ゲージが赤に上がってるのでいた。はい、はい、お疲れ様ですやっぱこれ厳しいな、これ居場所が完全にバレるので、もう完全に武器ゲーかなこれ。これはヨーロッパサーバーなんですけど、自分は北米の方は狙撃兵しか強化してないので、あと武器の方も FG をねメインで使ってるので、この地点選挙にはちょっと向いてないかな。どうしようかな。北米サーバーの方は医療部隊育ててレミントンでやりましょうかね。あと新武器も追加になってるんですけど、まあどうしようかな。新武器も無課金なので武器そんな買えないのでね、どうしようかな。どう2人目いけるか、2人目いけるかな。ギリギリいけましたね。はい、ダブルキル。もう一人前から来そうな感じ。来た。ごめんなさい体力がない。まあでもポイントは大差ですね。まだ敵さん4ポイントしか入ってない。こっちは187.8。これはいけそうだな、いけそうですね。でここ味方さんが地雷撒いてますね。味方さんと一緒に行きましょう。これ日本人の方ですね、ひらがなの名前が。一緒に行きましょう。A 地点ということはその2階ですかね、場所的に。上だ、いた、ここから行きましょう。はいはい、ごめんなさいねもう1人いけるかな。ダブルキル、トリプルいけたかな。トリプルいけてない。あ、これでトリプル入るかな。入った、トリプルキルですね。はい、A 地点を味方さんに任せて、今味方さんが入って旗を下ろしてますので、これでも味方さんとの連携がかなり重要ですね。これ通話とかしながらやったら楽しそうですね。これ
通話しながら味方さんと連携してやったら本当楽しそうです。とりあえず C 地点を取り戻しに行きましょう。そこいるはずですよね。分かったかな、いるかな、あれいない、いないぞ。中入ったか、中、あれいないな。ここ旗上げた敵さんがどっかいそうな気がするんですけど、いないな。とりあえずこの C 地点を取り返していきましょうか。 C 地点を旗を下ろして、これ下ろしてから上げるっていうのだと時間が倍かかるんでかなり厳しいですね。右側をちょっと気にはなるんですけど、どうしてもこっちから来ますよね。あ、いや、これを上げた敵さんがこの建屋の向こうにいますね。建屋の向こうにいるな。そこ出たとこにいますね、多分。今レーダーに映り、いた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 。こいつだ。この人だ。この人が多分 C 地点を取った人ですね。A、B 取られてる。なんかポイントも敵さんが挽回してきてますね。敵さん増えたかな、人数が増えたのかもしれないですね。かなり挽回され始めましたけど、いないか。今キルした敵さんがこの辺から湧いてきそうなんですけど、いないな。上にいるのかな、ちょっと怖いな。味方さんもちょっと遠いですのでね、ちょっと怖い気はするんですけど、どこだ、あ、また C 地点取られてる。また C を取られてきた、来た来た。もうこの C はもう私が守りますよ。この C だけでも守ります一箇所だけでもね、守れるとかなり違いますね。ポイントがいい感じで入ると思いますので、とりあえず1人1箇所確実に守れると勝てると思うんですけど、敵さんの武器が強かったらね、やっぱ1人じゃきついんですけど、武器差で勝ってれば全然いけますね。はい、これで C 取りました。ポイント的には倍以上取ってますので、今の敵さんどこ行ったかな。A の敵さんをやりに行きましょうか。じゃあ角から打ちます。あれ、はい、入った入った入った、さっきとキル入ったか、入りましたね。これで A 地点をもらいに行きましょう。敵さんはどこ行ったか。 B と C を取られ、あ、 B を取られてる。自分の立地ですね。はい、1位取りました。今度はちゃんとね、拠点を守ったのでポイントがいっぱいもらえたんじゃないかな。はい、終了です。終了画面来た。8キル2ダブル1トリプル11ヘッショ MVP も入って、あ、これ経験値が結構もらえますね。いっぱいもらえる。でキルは9の1、あ、まあまあですかね。はい、ということで、iOS にワールドヒーローズアップデートが来たということで2000行ってみました。このモードなかなか楽しいのでね、続けてやっていきたいと思います。ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。